ミヤマクワガタ族、または、ルカヌス族は、昆虫公甲虫目クワガタムシ科に属する分類群。ユーラシア大陸全般の、ことに霊量な気候の地域に広く分布し、その中でもヒマラヤ地方にて種文化が進んでおり、この地域で発生したのではないかと考えられている。大オオクワガタ族、ノコギリクワガタ族と並んで、シユーニガタが著しいクワガタムシの代表族であるが、 分子系統解析などから、ミヤマクワガタ族の死ニ2型はこれらに属と、同一起源ではなく、死ゆの形態差が、それほど極端ではない、鬼ワガ型族と非常に近縁で、これと共通のユゆ差が著しくない形態の、祖先から、オスが、樹液などの餌場を縄張りとして防衛し、そこにやってくるメスを獲得する方向に修練進化したものと考えられている。 飼育技術の発達著しい大クワガタ族や、ノコギリクワガタ族の属する系統と異なり、土に散乱するタイプで、幼虫も多くは、腐食土状にまで分解が進んだ口気を接触していること、大型の成虫を得るためにはそこまで分解が進んだ、口気で栄養価に富んだものを幼虫に与えなければならないことに加え、全般的に高温を嫌う傾向が明らかで、季節による、 気温変動の大きい我が国において人為的に適温を維持することが難しいこともあり、飼育繁殖は若干難しい部分がある。他にもこれらの系統と異なる性質を多く有する。オスの頭部が隆起して冠のようになっており、これは耳状突起と呼ばれるが、原始的な種の中にはこれを書くものも存在する。また、通常は耳状突起を持つ種でも、 大顎が発達しない小型個体では発達が悪い。オスの大顎の内側には大きい内葉が2から3本見られ、その間とそれより根元にかけて細かい内葉が生えることが多い。多くの種は顎の先端が二股に分かれる。茶色または黒色のものが多いが一部全種に機問ができる種も存在する。80mm から 100mm に達する大型の 種も多い。本属は中、後ろ足の形節に3から4本ほどの棘を持ち、多クワガタ族やノコギリクワガタ族では中、後ろ足の形節に、棘が0から1本しかないことと比べて際立った、特徴と言える。これと似たような形状の足を持つのは、チリクワガタ族やタランデュソーツやクワガタに、コロフォンクワガタの類である。このうち、 チリクワガタは霊量環境を好んだりする点など、共通点が多い。また、幼虫の生態面などについては、オニクワガタ族、マルバネクワガタ族、ツヤクワガタ族、ホソカクワガタ族などが本族と共通の性質を持つ。ミヤマクワガタ70ミリメートル世界最大種のユダイクスミヤマクワガタ一部を記す。中国厚生省、福建省に生息。 ミクラミヤマクワ型やラエトスミヤマクワ型に禁煙の種とされる。ジーナスルコネススコッポリー1763バイリブ2011年4月26日閲覧。サブジーナスルコネススコッポリー1763バイリブ2011年4月26日閲覧。サブジーナスサダルカネスホープウエストウッド1845 バイリブ、2011年4月26日閲覧。三倉山クア型の研究士。三倉島観光協会。P40、2017年6月12日閲覧。ありがとうございます。